それだけに笑いを求める人が多かったんですよ。いやこれは今も昔も変わりません。嫌な世の中、不景気な世の中となると喜劇というものが大変受けるんですよ。うちのパパとうちのママは飲みの夫婦、大きくて立派なワンママ。うちのパパはうちのママにかなわない、大きな声で話すわ。いつもママちっちゃな声で答えるのは、いつもパパ、うちのパパもっさり服、うちのママ流行の服、極夜の品物いつもママ、その代わり感情がきいつもパパ、古い時計それはパパ、大きなダイヤモンドそれはママ、パパの大きなものは一つ靴下の破れ穴。うちのパパとうちのママと並んだ時、大きくて綺麗なワンママ。うちのパパとうちのママと話すとき、大きな声で怒鳴るわ。いつもママ、ちっちゃな声で謝るのは、いつもパパ、うちのパパ、会社へ行く。うちのママ、ダンスへ行く。タクシーで行くのはいつもママ。テクテク行くのはいつもパパ、辛いタバコそれはパパ、甘いカクテルそれはママ、パパの一番好きな時は、うちのママのいない時。